どうも、シーワタでーす。皆さん、ここはですね、琵琶湖です。ついに、バス釣りの聖地、琵琶湖に来ました。今日はね、ここで、超でっかいブラックバスを釣りたいと思います。でね、もうね、今朝の6時ぐらいなんだけども、もうね、早速ね、始めようと思いますよ。シーワさん、ちょっといいですか？はい、今回ですね、3つ、シワさんにミッションを、はい、用意してます。ミッション？はい、まず1つ目なんですけど、はい、普通のルアーで、まずブラックバスを、はい、釣ってください。まずそれが最初のミッションです。まあまあ、でも、もちろんそのつもりです。ルアーで釣りに来たんでね。はい、 ルアーでブラックバス1匹釣ればいいんですか？そうですね。あ、わかりました。じゃあもう楽勝ですよ。じゃあ次のミッションは、それが完了したら、その都度行っていきますんで。あ、わかりました。はい、じゃあ、普通にセットしようと思います。はいはい、はい、ということでね、始めたいと思うんですけども、ゆさん、これ OK ですか？これワーム。あ、 OK ですよ。 OK、 これ OK です。はい、これすれば。じゃあこれね、頭に進化をぶっ刺したんで、これでネコリグで釣りたいと思います。結構なんかね、藻が多くてね、もう根っこからこうぶち抜きたいと思います。こうやってね、針をちょんがけしてちゃんと結ばないと。ちなみにネコリグは投げたらボトムまでつくのを見て、ラインを見てつくかなと思ったら竿を上げて、これを繰り返しです。ほら、来た、ほら来ましたよ、来ました。ほら、ネコリグでやったね。ほら、どうだ、飲酒。いや、ほら、やりましたね。ネコリグでうわごがっつり。まあ、おー、息がいい。まあ、小さいけどね、小さいけど、何センチぐらい。ネコリグで、はい、1匹目、イエーイ。超嬉しい。超嬉しいんだけど。ほら、来た。ここいるよ、めっちゃいますね。ということで、ミッションクリアなんだけど、これどうすんの。これ、もう簡単にクリアしちゃったよ。簡単にネコリグで釣っちゃったよ。おい、おめでとうございます。あ、やったね、うん、おめでとうございます。ああ、では、次の課題です。おう、これをどうする。これってこれで、そちらでバスを釣ってください。もうこんな、おい、こんなさ、おい、人の顔の形したルアーでこれ釣れるはずないだろ。これで釣れっていうの。はい、これが2つ目のミッション。ミッションです。お前、無理に決まってんだろ。そんだろ、おい、こんなね、どう考えても魚食わねえじゃねえかよ。これ釣んなきゃいけないの。はい、しょうがねえな。じゃあちょっとやってみろ。それでは頑張ってください。おー、やってみろ。もうさ、もうこんなとこさ、ゲームだよ、ゲーム。バスフィッシングのさ、プレステ2のゲームとかでさ、あの、ここを狙ってくださいみたいなさ、そういう感じしない？いかにもだよね。ここシバターベイト、もしかしたらいれば食うかもしんない。とてつもなくでけえのが釣れると思ったら、なんか長いもだった。なんだよ。いや、ついてる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 。きたー。20センチぐらいか、これも初バス。まあ、そんな感じで再開です。結構沖まで来たね。深いよ。シワさん、一つちょっと言い忘れてたことがありまして。はい、今回このミッションに
クリアできないと昼飯抜きです。これで積んなきゃ。はい、これで積んなきゃ昼飯抜きだもん。柴田ベイトでブラックバスを釣らなければお昼ご飯は抜きです。逃げやがった。バレた。バレたんじゃない、外れた。それバレたって言うんだよ、それを。あ、バレた。バレたんじゃない、バレたって言うんだよ。バレた。フィニッシュ。取れてるぞ、取れてるぞ。マジでマジで取れてるぞ。でかい、取れてるか。取れてるか。来た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 、しまった。来た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 。釣れた。おらどうだおらおらやった。おめでとうございます。来ました。柴田アラーでなんとブラックバス。すごい、これはすごい。これは30センチ超えでしょ。そうだね、でかいね。30センチ超えですよ。すごい、見たかお前。はい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 、ミッション2クリアですよ。ミッション2、さあラストミッション。え、最後は一番の難関です。ラストミッション、ラストミッション、はい、ラストミッションはこちら。オトキングツアーでルアーで釣っていただきます。オトキングルアー、オトキングルアーで釣っていただきます。これどう見ても魚じゃないだろう。これはさ、100歩譲ってさ、体が魚だけど、ただの木の板じゃん。これはラストミッションなので一番ハードに作りました。わ、こんなんで釣れるかよ、こんなんで。おい、ちょっと最後のミッション難しすぎじゃないのこれ。このミッションクリアできなければ夕飯抜きということになります。マジかよ。じゃあやるしかないな。頑張ってください。あとは、はい、